そういった意味だとやっぱり弊社みたいなところと一緒にやっぱりやった方がいいよねっていうこの人の文脈も、どうですかそういった人材を IR ロボティクスでうちですか、あのそこにソーシャル担当者いるんで後で協業をしていただけるよ。引き続きよろしくお願いします。お願いします。最近ゴルフのスコアどんな感じですか、ね、昔の方がうまかったですよね。お、マジですか。昔のコロナシーズン増えませんでした、なんかゴルフの誘いとか。そうなんだけど、なんかね、昔ゴルフダイジェストオンラインに行ったじゃないですか。そうですね、はい、あの時代の方がやっぱうまかったですよ一応なんかね、キーワード的にもゴルフダイジェストオンライン、まあ、本業というかね、あれなんで、もうだいぶ離れちゃったんで。あ、やってないんですか。やってるんだけど、なんかね、うまくならないですねぜひまた近く。あ、ちょっと関連されそうです今回その SaaS ビジネスっていうところにドメイン大きく切ったと思うんですけど、そこの、中身のところをちょっと詳しく一度聞いてもいいですか。そうですね、もともと我々 SNS のマーケティング支援ということで、モニプラファンブログという今30万人ぐらいの登録ユーザーがいて、ブログですとかインスタグラムのユーザーで、まあ結構制作力が高いというか、あの体験してそのレビューを作ったりっていう、まあそれらのコンテンツってすごい有効なんですけども、まあここをやれるようなプラットフォームっていうのから始まったんですよね。でまあ広告制作のプラットフォームのソフトウェアだったりとか、あの UGC ユーザージェネティッドコンテンツも収集してきたりとか、それをまたキャンペーンツールですとか、あと動画とか 3D とか、まあこういったものを協業で作っていくような SaaS ですとか、まあこういったことを展開してるんですけども、まあ国内だとまあ主に4つの SaaS があって、で海外は1つの SaaS があるみたいな、こんなような感じのラインナップで今サービス提供をしているという感じです。なるほど。国内のその4つのその SaaS ツールは、本当にもうそのうまく、まあ、資料にも書かれてたのがそのままだと思うんですけど、はい、どれも全部つながってますよね。そうですね、独立してるっていうよりも、そうですね、うまく経済圏がなってるというか、はい、まあ、そういったできたコンテンツをどうやってランディングページに使ったりとか広告に使ったらいいのかっていうことを科学していくようなソフトウェアがあったりとか、あとまあツイッターでどうやって顧客用ニーズを顧客を増やしていくのかってことをやってるサービスがあったりとか、まあなんだかんだ言って全て近いところでプロモーションマーケティング領域のサービスになってるかなと思いますね。その海外の子会社とも国内と関連性ありますよね。実はそんなに今のところはないんですが、僕らが考えてる世界ってソーシャルメディアとか e コマースってやっぱグローバルに強いよねってやったら基本的にあるんですよね。なるほどなるほど。例えばそのじゃあある企業が今後売っていこうって言った時に、海外のうちのシンガポールの会社の顧客とかってもグローバル のゲームの会社とかアプリの会社すごく多いんですけども、マーケティングもじゃあいいものを作ったら、世界中でもマーケティングしていくっていうことになって、で日本の企業にもそうあってほしいなと思ってるんですけど、まだあんまり日本の企業はやっぱ日本にやっぱ注力していることが多くて、内需がでかいからですよね。そうなんですよね。まあ、それは幸せなことでもあるんですが、ただこれから人口減少とかソーシャル時代とかデジタル時代とか、e コマースの時代に備えていくと、やっぱり本質は国際展開は実はすごく我々の領域っていうのは向いてるなとは思ってるんですよね。アライド社の事業としてもその国内サースもちろん伸びていくと思うんですけど、海外のポテンシャルがなんかもっとそのなんか掛け算でありそうなイメージありますけど、はい、欧米の顧客が7割なんですよね、海外の SaaS の事業からですね。で中国の例えばテンセントとかそういった会社ってもうグローバルにゲーム配信するんで、そういったところも顧客にやっぱりなっていて、でそういった企業に今揉まれてるんですよね。そう、厳しいフィードバックで。そうそうそう。でもまあそれはすごくいい機会ですし、でそこでやっぱり僕らが作ったこのいわゆる広告政策の、アウトプットっていうもののやっぱり厳しい評価の中で費用対効果を今戦ってるんで、ただかなりもう評価されるようにはなってきたんで、まあ、今後日本の企業が世界中でやるときっていうのは、我々のプラットフォームも多分役に立てるっていうようになるんじゃないかなと思ってます。アライド社の海外売上結構5年後とか結構変わってくる可能性十分ありますよね。海外の事業はすごいお金も投下して、はいはい、赤字もすごかったんですけども、今、まあ、そういった結果に今結びついてきていて、まあ、なかなかね簡単じゃなかったなっていうのが、もっと
早いかなと思ったんですけど、ど全然早くない。ちょっと軽く見てました。甘く見てましたね。そう、まあその分ね、株主さんにも本当にご心配かけて、だいぶお叱りもいただきながらだったんですけど、ようやく今回海外のSaaSも黒字化して、でここからよくしっかり伸ばしていきたいという感じですかね。ソリューションビジネスの方はどうですか。でこちらは今あの結局国内でもともとやってきて、人によるデジタル人材による支援なんで、まあ、僕らが特に得意としているのが、あのそう SNS の、ね、運用代行ですとか、あとまあキャンペーンの代行ですとか、あとまあそういったあのクリエイティブ の、はい、あの部分ですとか、まあ、ここをまあうちの人材で支援するっていうことがメインだったのと、あとまあ中国向けですよね。中国の SNS の運用ですとか、広告の運用ですとか、まあ、そういったような、まあ、人による支援っていうところを中心としているビジネスを、まあ、くくったという形ですね。中国も割とその以前からやってますよね。中国は 3,4 年ですかね。はい、なんかあの中村さんの Facebook の投稿に印象あるのは、中国の、有名そのソーシャルメディアとの連携みたいなのが結構、印象に残ってますけど。そうなんですよね。中国は本当 3,4 年前にたまたまあのご縁があって、はい、あのその会社とね、あのウェイボーの関連会社ですけども、まあ、独占契約を結ぶってとこから始まったんですけども、まあ、そこから非常に相性よく一緒に合弁作ったりとか、あのまたいろんなところ紹介してもらって、今広がってはきてるんですけど、まあ、こちらもようやくこの第4クォーターで初めて黒字になってきたというような感じなんですよね。まあそういった意味だと海外の2つはすごい重たかったっていうのが正直なところですよね。ここがぐっとその成長し始めたら一気に、そうです、そうです。だから一気にこの利益の出方がやっぱり変わってきて、国内で稼いでもやっぱ海外で使っちゃってるっていう PL だったんですけど、今回は両方プラスになってきたっていうのが、あの非常にほっとしてるというか、まあ、これから楽しみな状態ではあると。ちょうどあの発表先週あられたあの内容でいうと、まあ、年商で約42億で利益でいきなり3億ドンと出ましたもんね。そうですね、まあ、これまで本当ね、なかなか出せなかったのが苦しかったんですけども、やっぱりこの仕込んできたものが、あの形になりだすと逆にグイッとやっぱ出やすいのかなというふうな感じは受けました。僕はあの中村さんにこう来ていただいて話聞きたいと思ったのも、まあ、結果として3期営業利益は赤字だったと思うんですけど、今回これ利益出されて言葉にしない勢いとその会社が変わっていく感があったんで、上場後のなんか第二伸長期というか成長期みたいなのはあるだろうなと思ったんで。そうですね、まあ、そういった意味ですとビジネスドメインというか事業変更したっていうのも、まあ、まさにおっしゃる通りでやっていくぞという意気込みでもあるんですね。今がじゃあ結構楽しくなってきた時期ですね。今すごいあのそれぞれの事業がやっぱり伸びてきてるんで、はいはいはい、まあ、みんなあの各事業の話聞くとすごい楽しいですよ。それぞれ課題もあるんだけど、それぞれやっぱりなんか目が輝いてるというか、はいはい、いう感じを今受けますね。なるほど、はい、なるほど、ね、昨年、その、コロナ問題といいますか、いろいろその経済もいろいろ大変だったと思うんですけど、うまくはまったところありますよね。やっぱりそもそもあのじゃあデジタル化したいよねっていう中で、できる限り人も足んないし、ソフトウェアでやれたら SaaS でやった方がいいわけですよね、物事全てが。で、まあ、そこも結局作ってきたものっていうのがやっぱりはまり出してるし、デジタル化するにも、あの SaaS だけでうまくいくほどまだ甘くはないの で、 そ う、 で、ね、そうなるとやっぱりそれをやっぱ補完する人々っていうのもすごい大事なんですよね。専門家というか知識ある人ですよね。そうなんですよね。で企業もじゃあそういった人をね、じゃあ自社だけであのいきなりじゃあ採用するかって言ったらそうでもなくて、結局そういった人材っていろんなことを見てるから価値があるんですよね。あの IR ロボティクスの、SNS 担当でそこだけに就職してやってるっていうよりも、その人はいろんな会社の横串で見てるから、やっぱりなんていうかノウハウが溜まっていくっていう部分もあるので、まあ、そういった意味だとやっぱり弊社みたいなところと一緒にやっぱりやった方がいいよねっていうこの人の文脈もやっぱりあの流れに合うかなとは思ってます。やっぱりそれぞれ の、 あのメンバーがいろんな SNS やっぱり学んでるんで、そこの情報の予告共有みたいなこともあるし、やっぱいろんなクライアントのやっぱりあの最先端に触れられるっていうのがやっぱりいいと思うんですよね。なるほど。どうですか、そういった人材を。IR ロボティクスうちですか。あのそこにソーシャル担当者いるんで後で協業をしていただけるように、それはもうぜひなんで、はい、次その最後の3話目で人材のシェアリングにもいよいよ本格参入すると、結構いくつかトピックスもあると思うんですけど、3話ではじっくりと聞かせていただきたいと思います。わかりました。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。